さて、コロナ禍、その時 EC 部門はどう動いた、パート3を始めていきたいと思います。アバハウスインターナショナルの木村さん、よろしくお願いします。お願いします。はい、それから、デイトナインターナショナルの小林さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてナノユニバースのおじさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さて、こうウィズコロナ時代ということになってしまったわけですが、EC 部門としての役割は随分いろいろお話しいただいたんですが、そのセクションから見た時の、小売業、これからの小売業ですね、近未来含めてですね、どんなふうになっていくのかなっていうのを、ざくばらに、ちょっと、はい、砕けた感じで語っていただければというふうに思います。木村さん、お願いします。ちょっと小売業っていうよりは、このコロナ禍でアパレル自体って結構その仕掛かりがあるじゃないですか。でうちなんかも結構その物に断るもので仕掛かりの、月が長かったりとか、その中になおかつなんかこう戦闘感みたいなものが求められてるっていうふうなことからすると、多分業界的に言うと非常にリスキーな業界なんじゃないかなっていうのはあると思うんですね。で、そういう意味では今全体的なそのアパレル業界自体の在庫消化率が半分ぐらいとかって言われたりとかしてますけど、そういう意味でアパレル業界の Q、うち自身も Q に入りますけど、そのビジネスモデルはもうすでに崩壊し始めてるっていうのが、もうかなりあからさまにこう、なんかさらされてしまったっていうか、そういうことなんじゃないかなと思うんですよね。そうすると、新しい在庫のあり方とか、店舗のあり方とか、そういうところっていうのは、これを機に一気にやっぱ変わるべきっていうのが強くこう知らしめされたんじゃないかなっていうのは感じますよね。まさにね、サスティナブルっていうような課題ですよね。そうですね。でその中で、はいはい、どうぞ。店舗のなんか人たちもお休みになったりとか、そういうことの中でローコスト運営とか、その店舗にその携わる人たちも今後の確保と考えると、やっぱりその店舗のあり方とさっき述べたようなこうオンラインとのこうやり区割り分担っていうのは、かなり変わってくるんじゃないかなっていうのはありますよね。他の方はいかがですか？そうですね、オンラインデジタルとも言うかもしれないですけどの、関わり方が確かに、今まで以上に一気にこう短縮されて、そこのデジタルに対する投資であったり強化ということを進めていかなければいけなくなったのは多分間違いないんですけれども、反面やっぱり不謹慎かもしれないですが、やっぱチャンスというか、今回のことがきっかけで進められることっていうのはいくつかあるなとは思ってまして、ある意味お客さんへのサービスの部分ではあるんですけど、まさに今この状態がそうなんですけど、やっぱりこのオンラインで人と話すっていうことはもう一気に強制的に日本中の人が経験するようになって、この距離を一気に詰められたのってかなり大きいなってまして、というのがやっぱり e コマースの、どうしてもやっぱり欠点というかいいところでもあるんですけれども、やはりそのある意味やっぱドライで、カートに入れて買うっていう行動しかなかった部分の中で、やっぱりお客さんってそれだけであれば、もしかしたらアマゾンでもいいやっていうことになってしまうのかもしれないですし、それが悪いとは言わないんですが、やっぱりブランドとしては商品をちゃんと説明したりだとか、思いを伝えたりとかっていうことはやっぱり必要だと思うので、そういったことにおいてこういう形で接客をするとか、そういうチャンスが今までであればちょっと想像つかなかったと思うんですけど、今後はもう多分お客様側の方も態度、行動が変わってそんなに違和感がなくなったと思うので、これが一気に距離が縮められたのは大きいなとは思ってます。なので僕らも今ちょうどそのオンライン接客をできるスタッフなんかをかなり増やしていこうということはちょうど計画してまして、もともとやってはいるんですが、そういった部分が加速した点では、ウィズコロナの時代の面白い部分っていうのもあるんじゃないかなとは思ってます。小林さんはどうですか？
あ、そうですね。まずはやっぱりその作らないで売るじゃないですけれども、まあ、先に作らないでその商品を販売していくっていうところは、まあ、加速していくと思っております。でそれはやはり在庫がリスク、まあ、当たり前なんですけれどもっていうところが顕在化しておりますのと、まあ、今日もやっぱりニュースで出てましたけれども、まあ、アメリカもやっぱりその卸売先がないので D2C が促進されていると、まあ、今後やはりその、ブランドですとかその卸先、まあ、我々にとっての仕入れ先様ですよねというのもやはり売り場が減っていくということは、まあ、ある程度、間違いがない。そうすると、まあ、いわゆる D2C みたいなところは進んでいくと思うんですけれども、例えばあとはまあ EC の予約販売とかですよね。まあ、ただ一方でお客様はその EC の予約であったりですとか作らないで売るってなると、画像でしか見れないみたいなところもあって、まあ、じゃあそうするとお店の役割っていうのは、先ほども申し上げた通りその売らないお店を作らなくてはいけないのか、ただはたまたその越智さんおっしゃるようにやっぱりそのオンラインか、お客様もオンラインが身近になるとより店頭での接客での価値というのは、まあ、より上がるはずなので、まあ、そういったご要望がどこまであるのかみたいなところをまあ、お客様のその価値に合わせて、まあ、先ほど申し上げた通り、どのようなあり方がいいのかというのを考えていくっていうところは、まあ、至急進めなくてはいけないかなというふうに考えております。やっぱり買い方と売り方が、かなり変わってくるのが、もう、スピード感を持って、変化するんだろうなというふうには感じてます。まあ、適時適品適量なんて言葉は随分昔から実はアパレル業界言ってはいるんですけれど、なかなかできないでいて、まあ、このサスティナブルをなんとかしなきゃねっていう時代になって、まあ、やれ AI を使って需要予測をして、まあ、量を、まあ、できるだけ生産をたくさんしないようにというふうなこともなってますけど、まあ、本気でもそれ取り組んでいかないと多分持たないんでしょうね。まあ、木村さんね、うん、さっきもおっしゃってますけど、うん、そうですね、はい、まあ割とだからそのまあ久保田が言ったようにそういうことが語られて割にはあまり変われてないっていうか、在庫の持ち方とか、まあ、ある程度前年主義みたいなものっていうのも否定はしつつなんかあったりっていうのも事実だったりするんですよね。で何がその本当に自分たち作りたいものとかにやっぱり特化しながら、なんかやっぱり自信がないものとかそうじゃないものっていうのはまあ作らないようななんか考え方に変わったりとか、なんかそういう意味ではだいぶこれを機に変わってくるんじゃないかなっていうのは感じますよね。でなんかやっぱりオンラインとかまあそのまあリアルとかまあそういうことがまあやっぱりもうなんていうのかな、そういうデジタルとかっていう言葉自体も普通になってくるような感じもありますから、なんかそこはまあ、小林さんに言うのか、お客さんが何を求めてどういうような使い方をこうするか、まあ、それに対して僕らが何を提供するのか、まあ、お互いの求めているところになるかっていうふうな考え方になってくるんじゃないかなとは思いますよね。まあね、小林さん言ったようにその例えばショールーミングみたいな店舗ができて、でまあそのね、コロナってことを考えたときには例えば試着したものって、まあ、お店によっては、24時間か48時間置いてからなんてこともやってるところもあるし、そう考えるとじゃあ試着はしてもらうけど新しいものはじゃあネットでお届けしますというかね、まあいうような時代にもなるでしょうし、それからまあその予約販売的なこともで、まあ在庫を残さないようにするとか、もう多分いろんなものはこう変わってくるんだと思うんですけど、さっきの越智さんの話で面白いなと思ったのはオンライン接客ですよね。ちょっと前だけどペッパー君かなんかのところに顔が出てきて接客するみたいなのがあったじゃないですか、ね、まあ、アパレルではないですけどね、うん、そういうこうことも店頭で起こったりするんですかね。まあコロナ移んないですからね、ペッパーくんならね。どうなんですかね。ちょっとそのペッパーくん自体が最近ちょっとどうなってるか僕もあんまり分かんないんですけど、なんか結局ユーザーが起点なんだろう、鍵なんだろうなと思ってまして、
ちょっと事例で言うと、例えば5年前ですかね、僕らがそのメンバーズカードをアプリ化したタイミングとかってあったんですよ。で、あれってちょっと時代の中で若干早くて、やっぱり店頭で結構お客様から文句というかクレームいただくことも正直あったんですよね。申し出をいただくことも。めんどくさいと。なんでアプリダウンロードしなきゃいけないんだと。カードの方がいいよっていう、書いた方が楽だよっていう。でも、あれってやっぱり、時代の変化とお客さんの変化の話だと思ってまして、例えば今ってもうコンビニ行っても何でもやっぱり決済がそもそもスマホ化されちゃいましたし、クーポンとか使うにしてもスマホを出すっていう、店頭でレジの時にスマホを使うっていうのが当たり前になったりすると、逆に今度書く方が嫌だよっていうふうにやっぱなってきてたりすると思うんですよね。そういう意味で言うと、ユーザーがじゃあ店頭でペッパーくんが出てきた時にどうなんだっていうとちょっとまだ早い気はしますけど、ただ、この後、オンライン上でこうやって接客をもし受けて違和感がないっていうことの体験をいっぱいしたお客さんが増えてくれば、店頭に行った時も、まあ、そういうことも抵抗がなくなるかもしれないな。ただ、まあ、反面ごめんなさい。個人的意見としては、店頭に行ったんだったら人と話せばいいかなっていう気がしますけど、でも、ユーザーのそういう行動の心理的壁みたいなものがどんどん溶けていく瞬間っていうのが、やっぱり時代の転換期にあると思って、その辺をなんかどう見極められるか楽しいなっていう話ですよね。なんかね、どうぞ。いや、店頭からの例えばビデオ接客みたいな、まあ、ズーム接客みたいなものがこう出てきてるじゃないですか。だから、そういう意味では、さっき言ったこう、その店頭がやっぱりその、まあ、デジタル化される、まあ、オンラインにも領域つけながら、まあ、なんか そこがもうクロスになってきて、なんかもうそのシームレスにはどんどんなっていくのかなっていう感じはしますよね。します。多分はい、ロンハーマンさんでね、名前ちょっと忘れてた、スーパーバイザーだったかなんだか取材したときに、要は店舗に所属しないスーパー販売員みたいな人がいるそうで、あっちこっちにこう出向いてって。接客されるそうなんですよ。で、まあ、そういう人はまあちょっとワンランク上のポジションなんですけれども、変な話、例えばほら、スタッフスタートでしたっけ、バニッシュスタンダードさんがやられている、販売員の、方がどんどん売っていっちゃうやつね、オンラインで。あれもそのすごく今流行ってますけど、ものすごいモチベーションが高くなってきますよね。で、青森の例えば、販売員の方がものすごい売ってたりとか、で、その人から接客受けたいっつって、地方の方が接客受けるみたいな、だからそういうもしかしたら、スーパーな販売員みたいな方がまた出てきてっていう面白さも。そうですね、今度フリーの販売員の人とかで出てくるかもしれないですね。そうすると、絶対出てきますよ。だってそれって美容師とかってもう普通のことなんで、面貸しって言って、ね、切りたい場所に切って場所だけ書かれて切ってっていう、だからそれ販売員 のスタイリングがすごく上手だったり、自分の悩みをちゃんと知ってくれてる販売員がいるってなれば、そういう時代には確実になるかなと思います。フリーの人がそれぞれの店舗に行ってね、なんか、それみたいな感じにはなりそうですよね。あれでしたよね。はい、どうぞ。そうすると、例えばうちの販売員が辞めて、でも契約だけはさせてくれと。で、お客さんだけは残ってやってくれってなって、じゃあ小林さんのところに入社しましたってなった時に、僕らってどう許容していけるんですかね、そういうこと。本当ですね。ね。まあ、そうい、個人事業主に、もしかしたら、なられていく方もいるかもしれないですよね。もう、腕一本でじゃないですけれども。うん。でも、ただ、お客さんのことを考えたら、ありかもしれないですよね。そうですね。はい。やはり、お客様からのご要望であれば、それはもう、まさに、越智さんおっしゃる通り、美容院の、美容師の方もそうだと思いますし、全然ありだとは思いますよね。売り場を渡り歩いてひたすらズーム接客するフリーの販売みたいな、かっこいいですよね。いや、めちゃめちゃかっこいいですよ。さすらいのセールス、はい、失敗しない感じのね、すごいいいと思います。まあ、ついこの間とある会社が、実演販売の会社がナスダックだったかな、上場かなんかしましたけど、そう、実演販売、それですね、まさにね、ズームみたいなんで実演販売やって、
実は伸びたっていうね、数字がね。まあ、だからそういうその本当にデバイスもそれ空間も場所も、飛び越えて、で、まあ、ある意味でもしかしたら会社も飛び越えて、活躍する方たちが出てくるような時代になるかもしれないですね。うんうん、そうですね。いました。すいません。あとなんかそれぞれでちょっと お互いに聞きたいところもあるんじゃないかなと思うんですけど、どうですか？いいんですよ。ズバッと聞いていただいて。みんな口こもっちゃうっていう。どこまで聞いていいのか。いや、どんどん聞いてください。いやいやいや。皆さんお立場もあるんで。でも喋れることはね、喋れるし、喋れないことは喋れないっていうことで。さっき小林さんが、はい、まあ、なんて店舗と EC の影響みたいなもので、ネガティブなことがなければ、どんどんこう、まあ、推進していくみたいなことをおっしゃってたじゃないですか。はい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 。で、その辺の、例えば何がネガティブで、まあ、集客増えたってことって言ったらオンラインの影響だったりするんですけど、そのネガティブな要素っていうのは、逆に どんなふうなことで測っていって、どういうふうに、はいはい、事象として起きるのかなっていう。なるほどですね。はい、とはいえ、あまり例えば EC を伸長させたことによって、はい、ネガティブな影響は経験上あまりしたことがなくてですね。そうですよね。まあ、価格相違ぐらいかなと思っているんです。はい、お客様からお声をいただくのは、まあ、タイミングによるものもそうですし、まあ、誤ってみたいなところもそうですし、それ以外は、まあ、まあ、オンライン化を進めるというのは、まあ、基本的には利便性が上がると思っておりますので、まあ、人間はやはりその利便にはなかなか勝てない生き物だと思いますから、まあ、ネガティブな要素というのは、あまり経験はしたことないんですけれども、ただなんかいわゆるその以前言われていたことですよね。EC 伸ばすと店が売れないんじゃないかみたいな、例えば話で言いますと、まあ、そういう、ことを、ちょっと指した、感じだったんですけれども、はい、基本的にはまあポジティブなことが多いかなと思うんですけど、落ちたなんかネガティブなことってありました？いや、確かにないかもしれないですね。なんか、僕らがすごく僕ら自体がポジティブなだけかもしれないですけど、あんまりなんかないですよね、EC 化を進めるにあたってネガティブだったことって。まあ、今ちょっとふっと思ったのは、強いてあげるとなんですけど、この先の話なんですけど、じゃあ EC をやっぱり上げなきゃいけないってなったときに、EC を上げるためにやっぱり集客が必要になってくるんで、どうしてもその広告手法に頼りすぎると、なんていうんですかね、ブランドとしてのそのあり方みたいなことに対して、ちょっとやっぱり EC での集客手段っていうのが、こう言っていいのか分かんないですけど、次回も含めてやっぱ下品になってしまう可能性もあったりして、まあそうですね。はい、そういうところが伸ばしていく上ではちょっとネガティブというのはまあちょっと慎重に考えなきゃいけない、この先っていう、そうですね、ことなんだろうなとは思います。なんか確かに、はい、おじさんに言われて思い出しました。やっぱりその、ブランドロイヤリティを上げるにあたって、どうしてもその値引きですよね。例えば お店ですと、まあ、ある程度決まったトラフィックに対してこの値段で売ってるっていうのが見えるだけですけれども、オンラインでやっぱり割引を始めるともう、周知になってしまうので、まあ、そこははい、そこが一番例えば在庫消化としては適してるとは思うんですけど、あまりダイナミックにやるとみたいなところはあって、まあ、そこはただ川上の部分でですね、 MD のその発注精度を上げなきゃいけないなというところだとは思うんですけど、そこはまあ確かにある一定の時期MD の精度が低かった場合に、そういうネガティブな要素っていうのはもしかしたらあるかもしれないですね。短期的になんかこう戦場的な方法で集客とかそういうふうにならないければ、まあネガティブな要素はないっていうような感じってことですね。逆に木村さんの方で捉えられてるネガティブなところってどんな感じですか？
まあ、もちろんその部分もありますし、さっき言ったその、うん、なかなかこう店舗が全国にあったりすると、さっきの話で一物二貫みたいなものは今までの常識だと NFG みたいなところだったんですけど、なかなかコントロールが難しくなってきてますよね、うん、そういうことがどっちかというとユーザーが感じているよりも、どうしてもなんか、まあ、うちみたいな形態だとスタッフがなんか先に感じてしまって、それがなんかこう社内でこうね蔓延してしまうみたいなところっていうのはちょっとまだ残ってるかなっていうのはありますね、うん、だからなんとなく僕らがそういうふうに言ってること自体が、まあ、EC 部門化するとなんかポジショントーク的なところでなんか聞こえたりとか、はいはいはい、あ、それはまああるかもしれないですね、うん、あるかなっていうのはあってですね、でも実際はそんなに僕自身もネガティブなことはないんじゃないかなっていうのを、どうやって社内に伝えようかなっていうので、なんかヒントになればっていうのはちょっと聞いた感じなんですね。なるほど、はい、なるほどですね、ありがとうございます、うん、まあ、かなりあれですよね、EC 部門にいるからこ そ, その、まあ、今まではどちらかというとそのやっぱり、物を作り、あるいは仕入れ、そして販売するっていうところが主力なっていうか、そこが主流だったところ で, そうです、ね、EC 部門っていうのは、まあ、なんとなく、まあ、ついでと言っちゃ失礼ですけど、まあ、横にいるみたいなね、ちょっと、それがそれがもう今やね、一体となってやらなきゃならない中で、社内でどうこう融和していくのかというか、うん、その、まあ、説得するというか、そういうその役回りみたいなものも追わざるを得なくなってきてるっていうことですよね。そうですね、まあまあ、オンラインとかデジタル化っていうのは、だからもう、その、なんていうの、時代のやっぱり、まあ、象徴的なものが集約されている部分では間違いないので、なんかまあ、それを指定しててもしょうがない部分っていうのは、まあ、みんな分かっているはずなんですけどね。なかなかそこが。でもね、みたいなね。でもね、みたいなのがあるんですよね。でもね、みたいな。まあ、それが今回ね、でもね、が、こうね、なくなった、やらざるを言えなくなったっていうのが、まあ、ちょっと業界全体とかですね、うちみたいな会社にとって、やっぱりその、皆さんが、真内さんが言うような、こう、チャンスに変えるっていう部分をね、どうできるかっていうところにかかってるかなっていうのはありますね、うん、はい。そうですね。まあ、本当に重要な役割を果たしたっていうね、この数ヶ月だったと思います。本当に皆様には本当にご苦労様でしたと。まだ終わってませんけど。ちょっと労をねぎらいましょうって感じです。ありがとうございます。本当にね、毎日、忙しい時間を過ごしてこられてね、もう記憶も多分飛んでしまうような、状況もあったんじゃないかというふうに思います。ただ、この DX デジタル化に関してはですね、もう本当に待ったなしで、進めていかなければならないということはもう、まあ、今回の件ではっきりしたと思います。そういう中で、まあ、当たり前のこととしてデジタルを活用して、まあ、それが、まあ、使う側の人間がですね、非常に使いやすくなっていくと、心地よくなっていくということがとても大切で、まあ、そういうことを目指してそれぞれの各社の方も、顧客の満足度を上げるため、あるいは、社員が使いやすくするため、売り場がやりやすくするためっていうような形で、いろいろなことを考えていらっしゃるということが、非常によく分かりました。まあ、アンコールモードとしてもですね、今後も、まあ、リアルな店舗も大切にしつつ、デジタルの動きっていうのも、きちんと拾っていけたらなというふうに考えております。引き続きこのチャンネルをお楽しみいただければというふうに思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。